コラクションの始まりです。ここからは元宝塚歌劇団員塩見真帆さんの歌とトークショーをお楽しみください。それでは塩見真帆さん、よろしくお願いいたします。皆様こんにちは。塩見真帆さんかと思ったでしょ。残念。はい、私は、今日ちょっとね、塩見さんのお手伝いをさせていただく小田博之と申します。よろしくお願いします。それでは、皆さんお待ちかね、本日立川署の、一日警察署長の塩見真帆さん紹介しましょう。どうぞ。塩見さんね、今日ね、一日警察署長ということで、警察官の格好をしてますけども、私決して犯人の役ではないので、間違いないようにしてくださいね。誰も間違いませんよ。大丈夫ですかね。はい、先ほどお手伝いに来てますって言ってましたけどね、本当はギター奏者ですよ。こう見えてね。はい、そうなんですね。今日はね、この交通安全についてということで、私たち、まあ私というか塩見さんがね、署長ということで、私もね、ホイホイついてきたんですけども、塩見さんもさっきなんか挨拶してね、危ないことはね、しないようにとかね、なんか言ってましたけど、塩見さん結構危なっかしいんですよ。ね、僕が結構止めたりするんですよ。画面を笑っちゃうとかね。本当ですか。うん、あんまりね、見えてないといけないですね。ちゃんとしっかり意識を持って、見て、ピーポップのように大きな耳のね、で、情報を得て、そして大きな目で見て、そしてね、アンテナを立てて、で塩見さんのように大きな態度でね、それは違いますけどね。今日はね、塩見さん、宝塚歌劇団出身ということでね、宝塚の曲をね、割とね、こう取り揃えてきたんですけどね、警察官の格好で歌うっていうのは、そうですね、私この格好をするのが夢だったんですね。宝塚歌劇団の在団中ですね、よく宝ジェンヌの方が、一日警察署長っていうのをね、されてるのをよく拝見したり聞いたりしてたんですけれども、私もやりたいなってずっと夢に持っていたんですね。それが宝塚を卒業して、このようにね、一日警察署長、署長としてこんな衣装を着させていただいてね、本当にありがたいなと思っております。素敵ですよね。ありがとうございます。目力がね、より一層目力がいや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 、でもね、ちゃんとした目で見て、今日はね、皆さんに楽しんでいただけたらなと思います。では早速いきましょう。宝塚といえば墨絵の花咲く頃。
咲く交通っていうのはね、交わるに通るって書くんですけれどもね、やっぱり通りが悪いと交わりもできないと思うんですよね。なのでね、やっぱり交通は安全に、そしてね、私思うんですけど、交通安全っていう言葉はやっぱりもう素晴らしい言葉と思うんですけどね、交通事故という言葉自体をね、もう早くなくしたい、なくしたいというか、私一人ではできないんですけれどもね、皆さんの手でね、交通事故というもう名前、その活字自体がね、早くなくなればいいなと思います、ね、そうですね、まあ事故に遭わない工夫というのは大事だと思うんですね。そうですね、ね、きっとよけてくれるだろうとかね、そうですね、そういうふうに思っているとね、事故っちゃいますもんね、はい、じゃあね、この辺でまた、宝塚の曲を、ちょっと軽快にね、そうですね、宝塚メドレーを、聴いていただきましょう。Oh.
そうですね、はい、これ本当はこうどうなんですか、フルオーケストラで、ね、フルオーケストラでねやるんですね、はい、はい、そうです。宝塚ご存知の方っていらっしゃいますか。あ、結構どういう意味で言ってるんですか、宝塚って、あの歌劇団を詳しく語っていい、まあ宝塚っていうのを知ってらっしゃるかなと思って、あの私のようにですね、今はまあこういう格好をしておりますが、あの私はまあ元宝塚の時は男役をさせていただいておりまして、元宝塚の時はですか、はい、今は男役じゃないですね、今は普通です、現役時代ですね、現役時代です、男役をさせていただいておりましてですね、あのまあこのような格好もよくさせていただいておりましたけれども、うん、宝塚というのはね、あの全部女性ばかりの劇団でありましてですね、男役と女役に分かれてあの、まあ、あの演技したりダンスをしたりするんですけども、私はね身長が意外と高く、肩幅もあるのでそれは関係ないんですけれどもね、あの身長が高い人が、まあ、大体宝塚では男役をして、そして身長がまああの男役よりも低いかなっていう人がまあ女役になるんですけれどもね、私本当にこういう風ななんか格好をさせていただくの本当に久しぶりなんですけどね、どうですかね。ね、なんか、まあ、すごい昔に戻ったような、私宝塚を辞めてもうすぐ10年になるんですけれどもね、10年経ってもまああのこういう格好ができるんだなっていうのをね、思いました。ね、はい、あのこれ衣装合わせの時とかもそうですし、はい、今日もそうでしたけどね、はい、警察の方がね、あのみんな、わーっとね、あのゾッとするっていう人もいましたね。どういう意味で言ってるのか分からないんですけどね。驚かれるんですよ、皆さんお会いすると、ね、驚かれる。そうね、あのとてもあのまあ美人という言ったらいいのかな、とても言ったらいいのかな、とてもとか、あの男性の格好してるでしょ、かっこいいって言われるのが一番適当なのかな、そうですね、うん、では、はい、次の曲はね、はい、あの実は塩見さんと私たち、ね、はい、あのユニットを組んでおりましてね、はい、あの勝手に僕はついてきたわけじゃないんですけどねあの L という、はい、ローマ字の L ですね、一文字のユニット名なんですけど、はい、実は塩見さんは私の、ギタースクールの生徒さんで、そうなんです、ギターを習いに行きました、はい、それで、まあ、ギターを習ったきっかけっていうのはどういうところですか、ね、はい、この間のね震災の東日本大震災の時に、何か私にできることはないかなと思いまして、いろいろ考えておりまして、私阪神大震災の時も宝ジェンヌで宝塚に住んでおりましてですね、まあ、2回震災を受けているんですけれども、何かその時もねボランティアをさせていただいたんですけれども、今回も何かできないかなと思った時に、あ、私歌を歌いに行きたいなと思いましてですね、まあ、何も楽器ができないので何か持っていけたらきっと音楽になるんじゃないかと思いまして、ギターを習おうと思って、こう検索、パソコンで検索をしましたら一番出てきたのがこの小田さんだったんですね、はい、それでどういう人かも知らずに行きますって言ってメールさせていただいて、うん、そこから、まあ、私弾き語りをしたいんですっていうことから、はいはいはい、始まって、そうなんですね、はい、まあ、最初ねこうメールをくれたんですけども、塩見さんね、なんか全部ひらがなのメールを送ってきたんですよ外国人の人かなと思って返すものどうしようかなと思ったら塩見さんでね、ね、宝塚出身ってこと知らなくてですね、あのレッスンを進めたんですけども、ある曲をね、まあ、やってそのレッスンが終わった後に塩見さんが急にですね、この曲先生の伴奏で歌いたいんですけど今歌ってもいいですかというね、ずずずしいですよね、なんでこの変なことを言う生徒なんだろうと思ったんですね、ギター習いに来てるのに歌いたいですねって言ってね、本当ですね、それでね、聞いたらね、素晴らしい、もちろんその当たり前なんですけどね、歌声でね、いい歌歌うじゃんみたいなこと言っちゃったそうですよなんかやろうよ、そうです、それがきっかけで、
で、あとあと、宝塚出身ってことを聞いたときに、あ、ごめんって思ったんですね。ドレミファとか言ってごめんって。そうなんです。それでね、まあ、私たちエルというものを結成させていただきまして、その結成の時にですね、コンサートをさせていただきまして、そのコンサートで募金をさせていただきましたね。はい、そして私たちが自ら、被災に遭われた、宮城県の女川町というね、ところに、お金を持って行かせていただきまして、皆様の思いを、私たちの手でね、持って行って、そして、今女川にはお茶っ子クラブというね、あの施設がね、コミュニティハウスというか、ね、そうですね、カフェですよね、はい、が、はい、私たちの募金がそこにね、まあ、使われて、はい、ね、まあ、お手伝いさせていただいたんですね、はい、ぜひね、女川に行かれたときはそちらの方に行っていただけたら嬉しいなと思います、うん、はい、お金といえばね、振り込め詐欺っていうのもね、まあ、なかなか減らないらしいんですよ。そうなんですよ、だから気をつけてください、はい、ここにいる人たちぐらいの人がね、騙されてるんですよ。騙されてるんですか？ね、全体的にね、本当にでも、まあ、僕は大丈夫、私は大丈夫ではなく、本当にね、ピーポ君のようにアンテナを張って気をつけていただけたら嬉しいなと思います。はい、じゃあそろそろね、はい、そのね、私たちのつながったという曲を皆さんにお届けしたいと思います。小さなお子様はよくご存知な曲かもしれません。ぜひね、一緒に歌っていただけたら嬉しいなと思います。君を乗せて、
これがね、うん、私たちの出会いの曲で、小名川町に行きました時にね、私たちもこの歌を歌わせていただいた時に、小名川であの震災に遭われた方が、流されたっておっしゃってましたか、ね、そうですね、あのその震災当時にあのまだお腹の中に赤ちゃんがいたんですけどね、その方はね、でその子が、僕たちがライブした時はもう本部ここにいたんですよ、はい、でこの子と一緒にこう流されてしまってね、その時の情景がこう、まあ、いい意味で浮かんでくるということでね、小名川町とこの曲でつながることができましたね、はい、あのこの曲を聴いてね、うん、あのやっと涙が流せたみたいにね、なんかおっしゃってくださってね、はい、なんかこうやってつながるってことは大切だなと思いました、うん、ぜひね、本当に震災後もうだいぶ経ってますけれど、まだまだあの復旧活動もう全然進んでおりませんので ね、 でねあのぜひぜひあの現場に行って皆さんね、暗いイメージがあるかもしれないんですけどね、うん、もう小名川町の方たち皆さん本当に元気で明るくていい方たちばかりなのでね、うんうん、ぜひ向こうの現地に行かれて、そして生の声をね聞いていただけたら本当に嬉しいなと思います、ね、そうですね、今こうテレビを見ててもあまりねこう震災のことについてと今の現状っていうのがねあまり伝えられてないんですよ ね、 そうですね、だからそれをね私たちラジオをやってましてね、はい、ラジオ番組でもね、小名川町の、ことを取り上げたりとかですね、あとはインターネットでテレビもやってまして、そちらの方でもね、毎回、小名川町の風景とかね、インタビューとかを載せて、配信しておりますので、はい、ぜひね、塩見真帆の名前、もしくはね、私の小田秀樹の名前でもね、検索していただくと、パーッと出てきますので、ね、皆さんでね、一緒になってこう、明るい、ね、まあ、この交通安全ないことも明るいですけどもね、今後のことをいろいろと、話してほしいなと思いますけどね、はい、そうですね、はいはい、では、はい、そろそろ、はい、最後の曲になりますかね、はい、そうですね、はいはい、最後はね、みんなと一緒に盛り上がっていきたいと思うんですけど、そうですね、かといってみんなが知ってる曲はやりません、私たちのオリジナルソングですね、はいはい、小田博之作曲、塩真帆作詞の曲で、はい、まあ、私たちのテーマソングなんですけれどもね、はい、最後に聴いていただけたら嬉しいなと思います、はいはい、ではね、皆さん手拍子、足拍子お願いいたします、はい、はい、優しい瞳で見る
そして一日警察署長というね、あの素晴らしいお役所の務めをさせていただきまして誠にありがとうございました。立川市民の方が、本当に幸せに楽しく暮らせるように、私も立川で、予防させていただいておりますので、ぜひね、遊びに来ていただけたら嬉しいなと思います。はい、本日は誠にありがとうございました。皆さん